当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。では今日は久しぶりにこのアングルですね。だ今日はね、やっぱりまあコピーはあんま良くないってことの話を前回からしてるんですけど、とかくそのお金を払いすぎてる、高い金額を払ってでも買ってるっていうね、現状が結構目につくので、でまあではそれぐらいの金額だったらどれぐらいの時計、まあ新品中古問わず、それをちょっとね、どれぐらいでこれぐらいのものが買えるのかっていうことをちょっとねチャレンジしておこうと思います。だから実際の時計をね買ってみます。それを必死に探しますっていう回です。でやはりやっぱりね、オリジナル、まあ何の時計でもいいんですけど、まあ、狙っていくんですが、どんな時計がいいのか、まあね、ちょっとそういった話も含めて長々と今日は話をしていこうと思います。でやっぱり欲しいのはクロノグラフが欲しいです。一つ第一条件はクロノグラフ。クロノグラフ、条件1、クロノグラフです。条件2、まあ金額だね、やっぱり金額、まあせいぜい10万だな、せいぜい10万円まで。そんな金もね、俺だって無職なんだもん、そんな金ね、せいぜい10万、10万でもきついわな。でクロノグラフとなるとやはり限られるよね、やはり限られてきます。クロノグラフで言えばやっぱり、でこの間クロノグラフ買ったよね、セイコーのクロノグラフを。でこの間セイコーのクロノグラフを買ったので日本製はやめます。日本製以外のものにします。だからクロノグラフで日本製以外でってなると、で10万円までだったらやはり多分ね7750なんですよ、搭載機は7750なんですよ、多分ムーブメントは7750なんですよ。ってなるとやはり限られてきます。限られてきてやはり7750、やっぱりエタです。エタでね、最近あのジェネリックというのも出てきてるんですよ。コンセプト社、あとはセリタ、これ7750作ってます。そう、セリタやコンセプトといった今ねジェネリックも出てきてんだよね。これはまあ調べると出てくるんですけど、あのエタ問題ってあるんですよ。エタ問題っていうのがね、あのこれね、面白いですから調べてください。今もこれ争ってます。これ2010年にあの勃発したんだよね。2010年にエタ問題っていうのは勃発したんですよ。要はそのエタってムーブメントメーカーなんですけど、エタブリスールという、要は時計っていうのは、マニファクチュール社、マニファクチュール社じゃないや、マニファクチュール、その次エタブリスールっていうのがあるんですよ。マニファクチュールはもう完全自社、例えばロレックス有名ですね、あとはセイコー、あとはシチズン、あとはオーデマピゲ、いろんなあの、ね、数社しかないんだけど、いろんなとこはパテックフィリップとかもそうですし、そういったな
それが独立メーカーと言われていて、要はマニファクチュール、マニファクチュールです。でもう一つエタブリスールというのがあって、要は他のものの他のメーカーのものをパーツを組み合わせて作ってるのがエタブリスールです。でこの2010年エタ問題っていうのが出てきたんだよ。これエタがね、もうムーベント売らねえって言い始めたんだよ。そのエタブリスールにムーベント売らねえって。その問題というのは、エタブリスールたちが中堅の時計どこだね、中堅が中堅メーカーって言われてる、いろいろあるんですけど、それがそのマニファクチュール化しようとしてたんだよね。まあマニファクチュール化しようとしてるっていうか、要はそのエタブリスール、エタのムーブメントとかを、まあ、使ってちょっと手を加えて、でそれを自社ムーブメントとして出して、それでエタが怒ったんだよね。エタ怒ってさ、もう売らねえみたいな、なんでそれ俺のとこで作ってんのにお前ら利益出してんのみたいな、そういうふうなことが起き始めて、問題として勃発したのがこのエタ問題。もうエタがもう他売らねえって言い始めたんだよ。これね、かなり面白いです。これね、ネットを探ってね、読んでください。めちゃくちゃ面白いですから、この問題。面白いんだよ。でね、やはり、エタを使ってた有名どころ、結構あるんですよ。もうエタから供給や、エタ買わねえって言ったのも、あれだね、タグホイヤーとか。タグホイヤー実はね、セイコーからのパーツ提供を受けるようになりました。うん。あとは、ジンとかね。ジンもエタだったんだけど、ジンもね、ジン実はコンセプトとか使ってます、うん、結構ね、このコンセプト、セリタジェネリックムーブメントを 使い始めたところも結構あります。要はこのエタ問題が勃発し始めして、エタがもう参加、自分の参加以外に売らないって言い始めた、売らないって言い始めた。そもそもね、ここがでかすぎるんだよ。エタ自体の会社がでかすぎるから、エタ自体がもうデカすぎるからね、うん、だからもう結構単調なになってたっていうのもあるだろうね、うん、結構ほらスイスの時計ってエタがでかいから、もう中身蓋開ければもう全部エタだったみたいな思っちゃう。だから単調化してたから、別にこういう問題でもいいと思うんだけどね。だからその中堅どこのブランドが果たして、まあ、自社ムーブメントを開発できるだけの力があるかとかね、資金力があるかとか、要するにマニファクチュールってお金かかるんですよ。だからね、そういうふうに他から持ってきた、うん、他から持ってくるパーツを他から持ってくるような作り方の方が、うん、いいんだよ。それだからエタブリスールの方がコストカットできるからね、うん、それにムーブメントにちょっと手を加えて、じゃあ自社ムーブメントですよっていう風に出してるのがこの発端だったんだよね、うん、でエタがもう売らねえみたいな。でもね、これっていいと思うんだよね。もうね、きっとね、淘汰されていきます。かなりの時計ブランドが淘汰されていっていくと思います、うん、でやはりこういったと違ったとこからもパーツ提供を受けるようになったりとか、自社で開発したりとかっていうところも出てくる、出てこねえと思うけどね。今お金かかるからさ、やっぱり それだけのノウハウもないし、まあまあそんな話も今度に調べてみてください。このエタ問題めちゃくちゃ面白いですから。めちゃくちゃ面白いよ。この記事読むだけでもね、めちゃくちゃ面白いです、うん、めちゃくちゃ面白いですから。 でこうなると、やはりいつもね、いじらせてもらっている7750なんです。こうなると欲しいのはやはり7750。クロノグラフですから7750が欲しいです。ただジェネリックは嫌なんだよ。俺もね、本当に。いや、エタ以外に出てるのってコンセプトとかセリタとか7750出してますけど、ジェネリックで出してますけど、ね、コンセプトやセリタは欲しいかって欲しくはないでしょ。だからやはり7750もエタなのよ。エタかバルジュ、この2社に絞ります。エタかバルジュ、この2社どちらかに絞ります。でまあ複雑機構、本当は一番欲しいのは一番欲しいのはね、ロンジンなんだよ。ロンジンのマスターコレクション、7750の全部乗せっていうのがあるんですけど、うん、あれが本当は一番欲しい。
あれが一番欲しいんだけど買えない、そんなに高くないんだよ、マスターコレクションシリーズのクロノグラフで、あれはね、あの L688 ムーブメント ETA7750 をベースにしてるやつで、まあクロノグラフはもちろん日付、曜日はもちろん、そして月表示もある、24時間計もある、そしてさらにムーンフェイスもあるって、こう全部のせみたいなのがある。あれね、44万円です。44万円、そんな高くない。この辺にこう写真載せとく、これに写真載せとく、そんな高くない。その値段で作れるって、やはりね、エタってすごいんだよ、相当すごいんだよ。で、何エタってじゃあ何みたいな、そう話ずれたわ、それ次で撮っとく。じゃあね、エタバルジュ、そして7750、その全部のセットは多分ないから、欲しいのは日付、そして曜日、これは欲しい、絶対欲しい。そして3個目、7750ムーブメントのストレスなく動く動き、ストレスフリーな動き、だから12時1に積算計、分積算計だね。そして9時1秒針、そして6時1に実績算計、この位置で、この位置のもの、7750ムーブメントがストレスなく動く動きというものをの時計を狙います。これは必ずの絶対条件で、これを狙っていきます、でってことはエタかバルジュってことでしょ。今新品か中古、多分中古しか買えないけど、中古しか多分金額的に買えないと思うけど、でエタかバルジュってことは、エタバルジュってね、あのグループ会社なんです。グループ会社があって、実はスウォッチグループです。スウォッチグループなんだよ、あの時計のスウォッチ、安いスウォッチあるじゃないですか、あれのグループです。あのグループ会社がこのエタバルジュなんですけど、何社かあるんだよね、何社もあるんだよ何社もこのグループ会社っていっぱいあります。オメガ、オメガこの辺だから、あとはロンジン、あとはティソ、ハミルトン、有名どこはこれかな。あとはね、高級時計もいっぱいあるんだけど、この辺になんかあのなんだっけ、ブランパンとかこういう感じで、こうで、この下にあのスウォッチがあるんだよ。スウォッチめちゃくちゃ売れてるから、安くてめちゃくちゃ売れてる、ムーブメントで売れてんのかな、多分ね、そうだろうね。こういう感じ。あとはラードとか、ラードもスウォッチグループです。有名どころは多分これ辺かな。この辺のでかいところは、でかいところって高いやつはよくわからねえとかいっぱいあるけど、ミドとかもそうじゃないかな。だからこの辺で狙っていこうかなと思ってます。ってことで、この辺のね、時計を狙っていこうかな、中古で買うから別にね、エタバルジュどちらでもいいんだけど、じゃあどれぐらいの金額で、そしてどういったものが買えるのかっていうのをね、探っていこう。次回、実はもう買ってあるからあ、これにしたのみたいなそれぐらいの値段、まあね、10万以下ぐらいで買えるかどうかっていうのをね、ちょっと今日は講釈の回になったけどね。ではどんな時計を買ったのか、次回楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。